つまるん。今回は秋煽り調査隊ということで、まだティップラン童貞ピチピチのゆうまるは二次安定で童貞卒業式になるのか。ブルーポーション行ってみよう。よろしくお願いします。いや寒いな、寒い。めっちゃしっかり動かして、はいガッと、はい、ワンセット目でだいたい抱いてくる。マジか。あ、そんなもん。ちょっとマジで、いきなり2時間にヒットですよ。さすがだな、でかそうだね。取れてる。よし、おお、おおしゃしゃしゃし、はいはいはい、でっかでっかい。いやこっち向いとったよね今。めっちゃこっち向いとるね、やめてよ。いやーナイス。うわでっけ、ちょ待って、でかっ。これが今のアベレージっすね。おいおいマジかよ、ちょっと第一等じゃろ。サメや。ちょっと切符をこっち持ってきてもらっていいですか。当たりがね、うん、あーほんまにそんな、うん、あとはディップがスーッと上に戻って、あーお10時半ぐらいかな。10時、あっ違った、あっ数は違うな。あ、それ多分イカですね。イエーイ来ましたナイス。全然いいけどな。おかっぱりでそれ来たらバンバン剤やもんな。だったらもうブルーポーション使うわ。そんなエギチェンブルーポーション。サメや。再開しだした。あれ止まっとったんだけどな。サメや。取るよな。ほら来た。お、でかい。ステーキ短い方がいい。うわでけえでけえでけえ、またうわ最高です。秋って感じやね。おうおう、大きいや。いただきました。ナイス。お、お、何？え？あれ？いやイカだわ多分。それじゃねんか。なんかそんな気がするよ。いやちょっとよかった。モチベーションいっぱい。いやほんまやね。おるかな。さっきの当たりもそうだったんだろうって多分。いやあ、いい、言い方や、言い方。あんね、おるんだな。おるんだな、おーい、おーい。おー、おい。おー、ちょっと待って、ちょっと待って。サメや。うーわ。うーわ、でかっ。あああ、いや、でかいで。ナイス。ハザース。どう？もうすぐやでかっ。どうちゃう？
うわ全然でかいわ。うわすげえ。ナイス、さすが先生だね。ちょっとちょっとだけやる気出たよ。ちょっと捕まえてやる、もう許さねえぞ、ほんまに。ほんまに。いやいや。いやいやじゃあ。とりあえず一杯をどうしても釣ってもらいたい。さっき結局その当たりが取れるか取れんかの。実際に当たってはいる。うん。あ、まだな。今おっしゃ、おお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 でかい。うわあ、やった、初初。ちょっと持ち上げてみます。うわあ、めっちゃ嬉しいんだけど、イエーイ感謝ありがとうございます。もうあのあたりか、多分逃してるんですよ。逃してる、注視しとかんといけんな、ほんまに。ステージした瞬間だったら、ステージ感ほぼいらない。ほんまにあの繊細なあたりのことじゃったんか。あれはだ、普通にやろうたんじゃちょっと無理じゃな。喋りながら翔太当たり逃すんですよ。うんうん、サメや。イカにテップランに戻りましたよと。さあ追加いけるでしょうか。ですな。やべ、イカか、イカか今。やっぱそうやったんか。いや、ちょ待ってちょ待って、でかくねこれ。うわっ冷たい。ちょっとちょっとこれさっきのあれでけんじゃね。これめっちゃいいじゃないの、あなた。やったー、暗い。いや怖い怖い怖い。はい、ということでですね、この日はなんとか西安船長のおかげで初ティップラン卒業式を終えることができました。でもね、やっぱりみんなが言う通りめちゃくちゃ繊細でめちゃくちゃ難しい。うん、まだこれからも勉強していきたいと思います。めちゃくちゃ楽しい。もうついてますよきっと。ぎこちねー、せーの出せ。位置について、よーいドンって言ったらこう始めるんで、あ、もう息あるし、お決まりだろ、これは1回目はドン。God.